アウディ、ジェスターサラです。VR、4KVR ディズニーツアーでございます。今日はアラビアンコーストを歩いていこうと思います。 4KVR ですよ、 4KVR。 画質設定をちゃんと最大限再生できるやつにしてね。 4K で見れる人はちゃんと 4K で見てね。よろしくお願いします。さあさあさあ、行きましょう行きましょう、行きません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 、アラビアンコースト。いつもここでね悩むんだけどね、階段で降りるべきかこっちから降りるべきか悩むんだけどね。あれ、マジックランプがめっちゃ混んでる。すげえな、さすがクリスマスイブ違うな、すげえな。まあせっかくなんでこっちのスロープから行きますか。もしかしてこれ、ああ、ここ今外側に見える人たちはゲームに並ぶ人たちだ。うわ、嫌だ。そんなに待ってゲームしたくない。マジで？半端ねえな今日。ああそうだ、言い忘れてた。ここから見た人もいるかもしれないよね。撮影日は2017年12月24日でございます。クリスマスイブ日曜日、すごい混雑が予想されていますが、思ったほどね混んでないって印象かな俺は。もう道いっぱいの人っていうのをね上海で見ちゃってるから、それに比べれば全然空いてるよ今日は。日曜にしちゃ空いてる空いてるね。はあ、アラビアンコーストね、まあ、この VR 動画では言いませんが、後で通常動画でねアラビアンコーストおよびアラジンについての思い出をちょっと語ってみたいなと思ってる次第でございましてね、よかったらその動画も、ね、見てください。いつアップされるかは分かりませんが、まあ、そのうちアップされると思います。うわ、カスバフードコートが混んでる。やだやだ、ね、ご飯なんか食べられないよ。食料難民がいっぱい出るよ今日は。やだわ、ランドのカレー。いやこのゲームねやってくださいっていうリクエストが多数いただいてるんですが、まずやりたくない一番の理由は超並ぶんで、これいつも、ね、そんなに並んでまで俺この景品に興味ないっていうのがあってね、だすごいよ。ちょっと列見ていくけど、ここがこうねキャッシャーでしょ、でここから一旦飛んで、ここがクリレーでしょ、でこっちにワッてこう行くわけですよ。この列だぜ、こんなに並んでやりたないわ。ここまでか、ここまでか。まあ、ここまでだったらねまだまだいい方なんじゃないのって思うけどやりたくないです。景品にも特に興味ないし。でっていう理由から実はねあれ一回もやったことないんですね。はい。なんで、で加えて言うと俺が現役だった頃にあのアトラクションねえし。だから全く縁がないんですよあれには、ね、おシャルタンズワイシスはどうかな。
サルタンズオアシスはサルタンズにしちゃそこそこ並んでるか。チャンドゥーテール変わりなし。いつぞや食ったけどチャンドゥーテールうまいよね、さてで、シンドバッド。そう、混み具合の指針はね、シンドバッドですよ、僕の中じゃ。多分皆さんの中でもそうでしょうけど、オープンセサミはチョコレートチュロス。チョコレートチュロスか、うまそうだね。それは並ぶね。さて、シンドバッドが何分待ちかで、混み具合の一つの指針となります。5分待ちを超えていたら今日は混んでるって思った方がいいやね。さて、何分だ。シンドバッド、シンドバッド、シンドバッド、5分待ち、5分待ち。やっぱり思ったより混んでない。今日は12月24日クリスマスイブ日曜日にしちゃ混んでない。ジャスミンフライングカーペットも15分ですね。これはね、1回だけスニーク運営の時に乗ったことがあるぐらいです。それ以来1回も乗ってません。でスニークの時に確かムービー撮ってアップロードしてるはず。これとしなかったか、どうなったか。さあ、というわけでアラビアンコーストは以上で終了です。もうここから先はロストリバーデルタでございます、はい、ではまた次の動画でお会いいたしましょう。お相手はジェスターセラでございました。さよなら。アラビアンコーストの素敵な景色をご覧ください。さよなら。